石原明の経営のヒントプラス第9回目質問、石原さんが最初の放送で感覚的には正しいけど絶対に間違っていることというふうに具体的にはどのようなことでしょうかというここに突っ込み入れるってすごいね、繰り返し聞いてないところわかんないんだよね。これは実はすごい面白い質問なんです。はい、なんでかってビジネスモデルはこれを発見することでもあるからね。経営者と経営者じゃない人の差はいろんなところであるんですけど、目の前で起きてることとか人が話していることとか世の中で起きてる現象はあれをこう鵜呑みにする人って経営できない。それはそういうもんよねって言われて、あそうなんだって思っちゃうと全然経営でビジネスモデルも作れないんですよ。で、営業の人によく言います。なんとなく信じられてることって何か、感覚的に正しいって何かって、お客様に喜んでもらえれば物は売れるって思ってますよね。逆に気に入られれば、厳密によってそれって本当なのって話。これそうですよね、はい、営業マンなんだからお客から気に入られる、好かれないと物は売れませんよっていう感じでしょ、はい、ところがそれ本当に信じちゃうとそれが価値観になっちゃうんで、もう見るもの聞くものみんなそう思っちゃうからフィルターになっちゃうんですよ、はい、よく見てみるとっていうか いくつかの事例見ると、はい、別にお前なんか大嫌いだけどしょうがないから買うよこの機械、お前のとこしか作ってねえからってのもありますよね、はいはい、でこれ本当に好かれてないじゃない、営業マン。でも売れるってことは何が本当なのって言ったら、好かれることは正しくないじゃない。でここにものビジネスモデル作るヒントとかあるで、はい、ですよね。ダントツに売れるかもしれない営業マンならヒントがあるみたいな、そうそうそう、ね、じゃあここに集中すれば勝っちゃうよねみたいなことがヒントとしてあるでしょ、はい、会社の経営で言うと、例えば本当に優秀な人を採用するにはすげえ給料払わなくちゃいけないっていうふうに思ってますよね。でも本当に優秀な人も採用する理由なんかいくらでもあると思ってるわけですよ、はい、だから一般的には正しいかもしれないし、はい、もちろんある程度会社がでかくなっちゃって本当に大量に優秀な人を採用するんだったらお金出した方が楽だっていう選択が来るからいいかもしれないけど、はい、創業するときに優秀な人を採用するんであれば給料安くても採用する方法っていくらでもあるよね。でそこをなんとかやった人が成功するわけですよ。だから否定的な感覚を持ってる人っていうのはもうそもそも経営の相手にならない、はい、そういう業界なんかだと楽だよ。ちょっと違う発想を持ったら人間が散っちゃうっていうあります、ね、あと人間関係広げたいとかね、取引先をこう増やしたいとかいう時も、はい、一流の会社とかなんか会社だからとても会えないとか、はい、勝手に決めてるでしょ。そうだね、それが全然そんなことないのね。真剣さがあれば、はい、会えないような人にも会えるし、はい、その後にどう付き合えばいいかみたいなことがあれば、ね、変わっちゃうじゃない。だからほぼ全ての人が勝手にイメージした制約の中で生きてくれてるので、ちょっとなんかしようと思った人がみんな成功する、はい、寝た子は起こさない理論寝た子は起こさない理論って何かっていうと、みんな寝てるってことだよね。この電車に乗ろうとするとみんな同じ格好して同じ方向向いてるでしょ。それこそぼーっとしてるじゃん、あれって楽だったのよでしょ、はい、だからもしみんなが本気になって自分と同じように頑張ってる社会だったら、はい、なんかあんまり頑張りたくないもんね僕山でぼーっとしてるかもしれない、逆にだけどあまりにも誰も何も努力しないからちょびっと努力するだけで圧倒的にダントツになってしまうでしょ。だからそういう感覚みたいのがどっちが普通なのかっていう側に立つといった時に、僕はもう全く人の言うこと信じない。それよりも自分で確認して、あこれ本当そうじゃんって思ったことだけをベースにして僕は生きてるんで、だからさっきから感覚的には正しいけど間違ってることっていうのは山ほどあるし、それの方が全然現実っていうのも、以前放送でも清掃業界という成熟した産業でっていう時もありました。それもある意味同じ話です。そうやっぱりもう最初から成熟したから絶対ダメだとか、衰退産業だから絶対ダメだってみんながそっちを向いてるんであればやっぱチャンス、ね、うん、そうあるわけだから、みんなの買い物のとこではそうだよねって言うのよだけど隠せって言ってるそれはもう基本的には自分の情報はあまり出さないで、うん、そうだよね、そうだよね、はい、大変だよねっていうふうに考えてるように後押ししながら、はい、自分は全然違うっていうふうに言った方が楽しい、うん、感覚的には正しいけど、今世の中ってすごく情報化社会化していて、はい、ネット万能みたいなことになってるでしょ、はい、これすごい楽だよね。みんなインターネット行っちゃったから、だから今は営業力のある会社は圧倒的に勝ちますよね、はい、だから世の中が常識化するとか、はい、感覚的にはこうだよねっていうのを、はい、持ってくれれば大多数なんで、はい、逆張りしたらみんな勝ちますっていうのがあって、うん、必ずしも何も考えずに逆に言えば多分いいってわけではないとは思うんですけども、うん、もちろん少なくとも常にその世の中で言われてることに対して疑問を持ったりとか、あと、うん、逆を常に、そうそう本当かって思うことを癖にしたのよ。経営者ってそれこそ前回僕言いましたけど、資本家からお金預かってるわけじゃないですか、はい、あるいは自分からお金を預かってこの資本を改善されなくちゃいけないけどね、はい、ってなった時に本当の言ってることを信じてやれる神経かわからない。本当にそうだったらやるべきだし、はい、そうじゃなければやったら罰っていうか罪だよね、うん、経営者としては一緒に働いてくれる人たちの人生も背負いながらやるわけだから、はい、確認してないでやれるって相当能天気だよね。公園でも熱心に喋る人とか熱くなって喋る人もいるかもしれないけど、はい、基準値が違うともう関係がないんですよっていう。だから例えば本でもそうだし人の話でもそうだし、自分で確かめて本当のだと思ったらそれをするというような、
そういう持ち方をしてるんで、はい、それがさっき本当かなっていうふうに思うようになってますけど、はい、出来上がった理由かもしれない、はい、で僕基本的には顧問先 の社長さんたちにそこのピントをどんどん合わせられるので、はい、あのそれは映りますよね。見える世界も変わってくるみたいで、はい、すごくバランスに経営してくれるようになるのは基準値が伝えられるっていうのはあるかもしれない、はい、今別に逆を取るのがありきではないんですけど、うん、みんなこっち向いてきて俺こっち向いたらできたら面白いなっていうのでヘラヘラすることが多くなります、うん、あのね、その自分は見せておいた方が楽ですよ。明るくて何でも突っ込んでっちゃう自分は見せておいた方が楽ですよね、はい、のその方があのプラスに作用するけど、はい、中側はすごくクールな面も持っておいた方がそのいい感じじゃないでしょ、ビジネスやってる上では、うん、はい、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、よろしくお願いします、はい。